西戸昭子のコミュニケーションアカデミーこの放送はポッドキャストボイシー YouTube でお届けしています6月27日木曜日になりましたおはようございます西戸昭子です今日はおそらくちょっと声の響きが違うんじゃないかなと思いますというのも、えー、私東京を離れまして車で3時間ぐらいかかりましたまあある場所に来ています 2頭の犬連れでございます。えなぜかというと、またねリトリートをやりたいなと思ってるんです。今年の2月湘南で行いました。もう本当にすごく楽しくって、ねできればうちの犬も連れて行ける場所だといいなと思って探してるんですね。まあそれでやってきたわけです。結果から申し上げますと、えー、まあ、食事がね。<laughs> 野菜ばっかりのベ、まあ、ジタリアン食なんですね。でまあ、それでも量があれば大丈夫かなと思ったんですけれどもなんと朝は、えー、とスムージーとスープだけということで、まあ、こちらの施設はファスティングをされている方も結構いらっしゃるようで私はねちゃんと食べてるんですけれどもこれはちょっと男性には少ないかなと思いましてね。はいえー、また 引き続きリトリートできる場所他にいいところないかなって探そうと思っています。そんなこちらの施設なんですけれども、あの久しぶりにこういうとこ来たなって思いますね。というのは何かというと、携帯電話が県外なんです。<laughs> 電話通じないんです。ええ、ねえまああのお部屋から見えるのは緑のみ、もう何も見えません他に。 いやまあ、こういうところに来たかったんですけれどもね、幸いなことにお部屋には w i f i を引いてくださっているので、パソコンやスマホは w i f i を通して使えるという環境でございますけれども、そこで私が何をしているかというと、はい、まあ、結局、東京にいるときと何も変わらない、あのずっと本を読んでおりました。と言っても、間、まあ、違いますよ、東京都は。なんせ、もう昨日の夜から虫の音がすごい。 こ、ね、こんななの東京じゃ聞くことがないですそして本もこちらにライブラリーがありましたので,でお部屋にね自由に持ってってくださいって書いてあったのでいろいろ見てたら「あらまあ」と「禅とジブリ」なんていう本がありまして、はい、あのジブリのプロデューサーの鈴木敏夫さんがもともと名古屋の物件 だからまあ京都とか奈良とか毎年毎年行くうちにお寺も好きになったということでこの本ではその鈴木さんが何気なく手に取った一冊だったんですけれども読み始めてみると。 ああもうこれ今ちょうど考えてることなんですよっていうことが結構ポコポコ出てくるのでページをめくる手が止まらず読み続けているわけなんですけれども例えばこちら「正岡式の言葉です禅の悟りとはどんな場合でも平気で死ぬことだと思っていたがそれは間違いでどんな場合でも平気で生きていることだと分かった」。 これ正岡式が亡くなるる前に書いていてんだそうですそれでこの鈴木さんとねあのお話をされた禅のお坊さんがおっしゃってるんですけれどもその方も以前は禅っていうのはね死をゃあ死をじゃない死を身近に捉えるいつ死んでもいいように生きることなんだって簡単に考えてしまっていたそうです。でも実は 平気で生きていくことの方がよっぽど尊くて大変なことだとおっしゃってるんですねいやこれもう本当に最近考えていたことでと言いますのは最近改めて死ということに結構向き合ってたんですねで向き合えば向き合うほどやっぱりこのよく言われることですけれども生が輝いてくる生きてるってすごいな 生きててるって尊いな人生って面白いなってまあ言葉にしますとねなんてことのないことだと思うんです今申し上げてることって。でもこれがですねもう非常に深みを持って感じいっているわけなんです。すると人生の見え方が変わって ってくるんですよね。まあ、昨日もそのまあ、三時間かけて東京から運転してきたんですね。それで犬が横にいて、できるだけこう。うちの犬、あの臆病で、あんまり車好きじゃないんですよ。だから、だったら連れてくなって話なんですけど、<laughs> まあ、あの、だからね。あの、彼らが少しでも穏やかにリラックスして、えー、道中楽しめるように。 すごくのんびりとね運転してでなんかもう、まあ、ただ運転してるだけなんですけど好きな音楽かけて犬と一緒になんか幸せだな <laughs> 嬉しいなこうやってなんか車乗って楽しいなって思いながらね <laughs> 来ました、はいまあ、そう感じられたのもやっぱ生きる。 ってすごいってその死と向き合っぬことってどっちかっていうと意味嫌われてみんなこう避けたい見たくない考えたくないと思われるかもしれませんが、まあ、私個人の経験で申し上げると死というものを考えれば考えるほど死ぬのは怖くなくなりもう生きることが楽しくてしょうがなくなってますね。 はい、だから死というものをなんかこうあともう一つだけはいこれまだあの、えっと、30ページぐらいまでのところでもうこの2つ絶対伝えたいわみたいなことがこの本の中にあるんですけれどもそれは何かっていうとねこれは鈴木敏夫さんがおっしゃってることです。はい、ジブリである時 やめたいっていう人が続出したことがあったんですってでその理由がみんな同じらしいんですよ。何だと思いいま,ままますこのじゃ自分を見失いそうってみんな言ったんですってじゃあその時鈴木さんが何ておっしゃったかそれは理想とする自分がいてそこから今の自分を見ているからでしょそうじゃなくって今目の前のことをちゃんとやりなさいよ もうこれも今ちょうど考えてたことだったんですよ。はいもうねあの、まあ、自分もそうだったからよくわかるんですけどその理想とするね自分をね見過ぎでそこと比べて落ち込んだりそこと比べて自分が嫌になったりはいもうあの今の自分しかいないんですよ。ね そんな自分がもうどんなにヘッポコだったとしても、ヘッポコって久しぶりに言ったら、ヘッポコっていい言葉ですね。なんかね、ちょっとダメって言ってるのに、なんかポッっていう音でちょっと楽しい感じがしませんどんなに今の自分がダメでもっていうよりも、どんなに今の自分がヘッポコでもって言ったらちょっとなんか な感じしますよ、ねはいまあ,あのそれはさておきそうなんですよもう今の自分がもうへっぽこな,な,なんですよでも仕方ないんですよはいもうそんなもんなんです <laughs> 自分ってでこれがねよく言うことですけどんそんなもんなんですよだからどうでもいいのさ諦めるんじゃないんですよもうしゃあないもうこんなもんだとねこんなもんだけど生かしてもらって許してもらってありがたいなとこれ。 はい、少しでも、少しでもなんか役に立てたらいいよな、少しでも成長できたらいいよなと、これ、へっぽこを受け入れるからこそですね、そのチャレンジも楽しくなってくるんですよ。はい、いや、だからこのこんな重要な言葉もう一回言っときますね、あの鈴木さんの言葉です、はい、もうこのままじゃ自分を見失いそうです、もう仕事辞めたいです、はい。 その時鈴木さんがいつも言う言葉もう一回言っときます。それは理想とする自分がいてそこから今の自分を見ているからでしょそうじゃなくって今目の前のことをちゃんとやりなさいよはいもうそこにつきます。ということで、えー、この本はですね、まあ、この後チェックアウトする時に返さないといけないのでさすがに読み切れなかったら、まあ、買おうかなと思っております。ということで今日は。 東京から3時間かけてやってきたホテルで出会った鈴木敏夫さんの本「全とジブリ」よりまだ30ページしか進んでないけど <laughs> そこで、えー、2つどうしても伝えたくなったことをお話しさせていただきました西戸あき子のコミュニケーションアカデミー今日も聞いてくださってありがとうございました西戸明子でした。